シーゲームズ。はい、どうも、上石です。さあ、やってまいりました。白黒デビューです。よろしくお願いします。すげえ。MC。声ちっちゃいんだよな、マイク。MC。そう。はい、ということで、今回もこの3人で、恐怖体感呪音をやっていきたいと思います。イエーイ。そしてですね、まあ、前回、4ステージを終わらせて、5ステージ目が出なかったんですけど、こちらですね、アイテム、こいつを全部集めてきました。頑張ったね。ここの3枚しか集まってなかったのに全部集めてきたから、すごい。こんなにあった、各ステージに。頑張ったね。1ヶ月くらいかかってましたもんね。そう、それは嘘息をするように嘘ついた。この間動画を撮って、その日にですね、これを集めてたんですけど、白黒くんと MC さんが限界を来まして、これを集めてる最中に爆睡してしまうという。無事就寝ですね。無事就寝してしまい、続きが別の日になってしまったんですけど、やっとできますね。ありがとう、はい、ありがとうございました。ということで、最終ステージ、こちら、呪われた我が家です。いや、もう原点にして頂点。そうだね、呪音の原作に出てくる、多分かやっこさん、かやっこの家かなっていうステージです。はい、で、最後なんでね、多分このステージが、まあ、今回も上石さんプレイということで。いや、余ったれんな今回はじゃんけんでやる人を決めたいと思います。ということで、男気じゃんけんをやります。勝った人が最終ステージをプレイするということでじゃんけん音声だけ楽しむ本当だよ。じゃあやりましょうか。男気、男気です。じゃん負け、男気です。マジかよ。勝った人が絶対勝った人はもう喜んでやらなきゃいけない、ね、そうそう、喜んでやらなきゃいけないからちゃんと喜んでくださいということでいきます。はい、 MC やるよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい全員グー。あいこだ、あいこでしょ。うわー、あーよっしゃ、勝ったわ、勝ったわ。あー、やりたかった今回も観戦か、つまんねえな、帰ろうかな。じゃあ俺と MC が勝ち残りなんで、決めたいと思います。じゃあいくよ MC。 うん、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、負けたMC 死ぬな残念でしたね。いや、残念だったね。ということで MC が勝ち残ったので、ね、MC さんがね、譲ろう、これは、うん、もうしょうがない、もう仕方ない、やりたかったけど、すごいやりたかった、やりたかったけど、俺もう4面もやったから、最後の1面は ね、 そうですね、僕もだって1回団地でちょっと、ね、やったもんね、死んでますけど。だから最後は MC に譲りたいと思いますいいんじゃないですか。ということで、優秀の美ですよね。じゃあ MC さん、やりましょうか。すっげえ嫌そうな顔してる。喜ばないと。イエーイじゃあちょっと今から MC の場所をぬいぐるみに当たんないでということで、今ちょっと場所をチェンジしたいと思いますということで、呪われた我が家やっていきたいと思います。プレイ。ほんと嫌ほんと嫌。でもこれでね、みんなにちゃんと順番が回ったから ね、 ね、これでね、まあ、もし MC が死んだら白黒くんがやってくれるということで。すぐ死ぬ、やめてそれはダメです。お、やっぱ家ですな。あ、誰なんだろうね、今回は家です、主人公家です、ね、完全に家ですな。周り普通に民家、いなんか明かりついてるよね。あ、あれ窓の明かりなのか。窓の明かりでしょ、あれ多分。普通に帰宅？帰宅なのかこれ。うん、怖いわ、ほんと。うわ、もう家っていうね、狭い空間なの、ちょっと。え、暗っ、家の中暗っ、きったね。え、きったね。うわ、あ、これはもうオープニングに出てきた、やっぱこれかやこさんの家ですかね。え、なんだっけこれ、佃煮ロックか懐かしいな、佃煮ロック。あ、きゃ、
アイビーが、アイビーが、あの白い女は誰なの？お母さん、お父さん、お兄さん、みんな電話しても誰にも繋がらない。一体何が起きてるの？お、これ一体何が起きてるの？の声を聞きアキホやん。一番最初の声生きてた。はい、あの最後だからワンちゃんの声だけしかしなかったから。あー、なるほどね。だからあそこアキホじゃなくてアイビーだなるほどね。亡くなったのは、あのアイビーが亡くなってアキホちゃんは生き残ってたんだね。どうしたの？おお、なにやばい、なに、なになに、ごめん、ちゃんと見てなかった。すごかったです。多分もう出ない。脳内に直接語りくる、え、語りかけてくる。ちゃんと言おうぜ。あ、なにこの違う、お兄ちゃんが持ってきた、違う、なにこれ、お兄ちゃんが持ってきた宅配物や。あ、ほんとだ。あ、ここにじゃきっとお兄ちゃんはいるよ冷静か電話ってか出ようぜ。そうだな、電話出ようぜ。出てやら自分の操作じゃないとなんか気が楽だぜ。ここお風呂、ここお風呂じゃん。お風呂とかやだ。いやー、お風呂絶対いるでしょ。 M 氏が意外と冷静。あ、なんかゴキブリだ。ゴキブリじゃないでしょ。あ、ここもアルカリなんだ。長丁場決定です。だ、え 1.5 倍長持ち。長丁場決定です。うわ、うわ、真っ黒やだ。え、汚な。こいつどんだけ髪の毛抜けんの。あ、そう、 M 氏は初見プレイだからね。出れない。え、そんなことあんの？イベント発生。出れない。もう一歩前に出るんじゃない。押した。ほら、B ボタン忘れてた大丈夫、意外と取り乱してない。でも怖いよ、だって怖いね。もう俺らはニヤニヤしながら見てるから。じゃあ右のドアに入ろうか。そっちから電話が鳴ってる気がするよ。行きましょう。え、開かない。開かないんかい。なん連打すな。開かないから。これでかやこがはーいとか言って開けたら超面白い。うるさいわよって出てきたら面白い。それは面白いね。帰れないのかな。帰れない。うん、ちょっとロックされてるわ。こっちはダメなんだね。こっち行けないね。じゃあ上かな。うわ、早くね。もう上行くの。だって上以外もうないよ、扉。確かに意外に一階狭いっていうね。ね、こんなでかそうな家なのにね。ああ、一回転しまーす。うちドア二つ開いてないですからね。狭いわけではないんだと思います。あ、なんだ、猫ちゃんの鳴き声。本当？全然聞こえないんだけど。全く聞こえませんでした。嘘、猫ちゃんの鳴き声したよ。してません。にゃんにゃん、にゃんにゃんの鳴き声。うん、行きましょう。あくんかい。本当よ。いや、原作知ってるとはいえ普通にビビるから。あ、そっか、原作 M 氏は知ってるんだもんね。知ってる。でもまあ本当切ないんだけどね。いい話なんだね。いい話なんだけど、ホラーだけど。あれ、これ模様じゃなくて、うん、模様ですね。模様ですね。どっかにニャンニャンがいます。やっぱニャンニャンどっかにいるね。どっかにニャンニャンがいます。そっちは何？え、なんか今のとこでも驚かし気味。え、何これ。あ、ここか。ガムテープ。ちょっと開けてみようぜ。失礼します。失礼いたします。 え、おお、なんだよ、猫かよ驚かせやがって。なんだよ、猫かよ。何を。うおー、びっくりした。年寄り意外とビビる。え、あ、ほんとだ。え、なんで中入ったの。あ、絵か。え、すごい描かれてる。忠実だな。あとってそっと閉める。そっとじ。見なかったことにしてあげる部屋の鍵っていうのは2階かな。ここ2階だけど。じゃあ別の部屋があるのか。1階。あ、1階の部屋かな。鍵でもさ、ロックなんか佃にロックされてたからさ、一つでも鍵がなかったから、うん、あー、え、あー、猫ちゃん、え、めっちゃいる。おい、お、やばいやばい、格闘アクション。格闘アクション。あ、死んだ。え、まさか猫に殺されるエンド。そんなことある。え、そんなことあるんか。大胆格闘アクション。あ、もう一回やんの。うん、振ったのに反応してくれ。今のサスだよ。あれサスなの。あれサス。上じゃないんですか。あれサスです。なんだよ、さ、怪しいな。あれはサスですね。猫を。猫を刺すんです。いやだ、そんなことできない。パンチみたいなね。ヘタレードめっちゃ上。腰が引けてしまい。はい、え？はい、もう一度行きましょう。プレイ。いやでも猫に殺されるエンドがあるとは思わなかったね。辛い、猫ちゃんに殺されたくはないな。あいつらそんなに攻撃力高い。顔引っかかれたんでしょうね。それで死ぬの。もう引っかかれすぎてさダメだったんだ。ズタボロにされて飛ばそうか。ここ
プラスボタンを押すと飛ばせますよ。なるほど。じゃさっき紙紙が見れなかったところもう一回見とくか。あ、見る見る。もう一回やってくれるかな。やってくれるんじゃないかな。はいはい。器用にさ閉じるよね。ね、すごいよね。さすがだよね。絶対に開けないようにっていう。アイビーがアイビーが。はい。いやそこだけ。何何？あーオープニングのね。そうそうそう。すごい凝ってるじゃん。そうそうそう。もっとビビれよって話だよね。じゃあ上行こうか。白ちゃんもちゃんとビビってたから。はい。そうだね。え上行かんの？ここだっけさっき。そう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 。電話鳴ってるけど入れんっていう。じゃあ鍵を取ったらここに来ればいいなね。そう。でアルカリ電池は私は取りたい。なるほどな。でもこういう家ってさ旧式のなんか昭和な家って感じするよね。なんかドアとかさドアノブとか。お風呂のタイルとかがそうだよね。うん、今ドアノブっていう家は少ないんじゃないかな。ドアノブ？あの丸い形の方。そう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 。なるほど。あの上石さん家は全部自動ドアですもんね。いや本当すごいなと思いました僕。初めて来た時。すげえ。お前本当に俺ん家来たことあるの？稼いでんなーっつって。そんな家あるの？押すタイプの自動ドアです。あれでしょ、家にエレベーターついててみたい。最新式の家。6階建てですからね。皆さん知らないと思いますけど。どんどん話が盛られてくる。普通にダメなやつだよね、6階。建築法に違反するよ。そんな法律があったとあるある知りませんでした。あ、違う、いっぱいあるドア。うわ、多いやんな。多いな。え、無理。こんなとこに洗濯機置くな、おい。2階に洗濯機あんのこんなとこに置くな。どこから行く？まあでもさっきの猫ちゃんはちょっと終わらせたいよね。そうね、猫ちゃん先に終わらせよう。猫ちゃんを終わらせるっていうのもちょっと。もうビビんないから。なんか押すドアも怖いけど、引くドアも怖いよね。結局怖いんだ。おい、見えないからってあくびすんなよ、白黒。大きめのが出ました。素直やな。もうビビんない、ね、そう、刺す。猫ちゃん刺したくないけど、刺すわ。確か刺すだったと思う。俺もちゃんと見てなかったけど。今のでは死なないんだ。今のはちょっとびっくりしちゃったけど。息を飲む声が聞こえた、あきさんの。でも逆にそれだけで済んでんのすごくない？俺らだったら叫ぶよね、あれで。実際自分の家でこんなの見たらもう震え上がってしょうがないよ。この時点でもう窓蹴破ってでも出るよ。部屋の鍵いっぱい部屋あったけどね。何階のとか書いてくれたら嬉しい、ね、そこら辺必要よね。つか部屋に鍵があるって。今日神氏ちょっとおねえ口調だけどどうしたの？そんなことある？そんなことない。さあ来ました、猫ちゃんゾーンです。そうそう、刺す。素晴らしい。もう大合唱にて大合唱にて終了。おめでとう、おめでとう、おめでとう。ここはクリアだぞん。違うわ、クリアだにゃ。どうしたどうしたどうしたお前らどうしたお前らどうしたお前ら。さあ、こっち行くか。引き戸ですよ、引き戸。引き戸とかな、怖いな。開くんじゃないか。開ける努力をアキホはするんじゃないか。他の方で A が出た気がする。あ、出たね。なんか出た。お、行ってた。こっちだな。ん？どこやね。そこだ。逆だった。こっちだったんだ。おお。うん？ん？知ってる？ここの部屋。うん、おお。びっくり。フラッシュバックやめてくんねマジで。てかなんか狭くねこの部屋。あ、何これ。そうなんすよね。本なんすか。え、勝手に開いた。え？うわあ。あ、メカ。メカではないですよ。いや、メカ。誰もロボットとかのメカのこと言ってねえから。ああ、びっくりした。怖っ。普通に一瞬かと思ったら嫌がるから。今の警備員の格好してたね。お父さんはですね。お父さん？なんだ、一瞬かと思ったらずっと嫌がるから。シロちゃんの声にびっくりした。ほんとだよ。珍しいね。あ、ここはトイレかな、左の。結構大きい声出たね、珍しく。これトイレ？多かったですね。
あ、これ鍵かかってる部屋違う。ここ入れませんよ。ね、ピーヨンって入れられるのか。入れられるよ。じゃあピーヨン入れといてね。ありがとう。何ありがとうね、会話してよ。ね、会話してよ、何なのよ。ここじゃあ入ろうか。トイレでしょ、ここ。わー。わー。ね、普通のトイレ。なんもないんだ。2回目開けたらいるみたいな。やめて、怖いから。そんなこと言うの怖すぎるやろ。いなかったわ今の。なんとやめてやめて、怖い怖い。どれかにいるから。せいこさんいるかもしんない。いや、なんかやる。怖い怖い。いや、いたらやばいぞ。いや、ビビるね。いたら俺このゲーム神ゲーと呼ぶわ。いや、もう神ゲーだからこれは。じゃあ下の部屋だね、多分神、うん、すごい。でも割とステージ攻略は、うん、もういい感じ、いい感じだよね。終わるのでは、はい、部屋はね、やっぱちっちゃい、てか家はちっちゃいからね、やっぱすぐ回れるよね。つかさ、自分の家の部屋に鍵とかついてる。びっくりした。初めの途中でびっくりした。今のにビビる。なんか人通ったのかと思った。あ、ここだったね。やっと鍵がなきゃ開かない部屋とかあんの？開けるときちょっと距離取るから蹴破るのかなと思います。鍵持ってんの。きたねー。きたねーなー。かき氷で呼んでるんですよ。あ、電話で。テレビだ。あ、うん、つくんかい。あ、これ何？これ警備室で映ってたやつ。いや、違う？違うんだ。警備室。あらららら。いや、わからん。いや、よくわかんないね。あ、もうつかないんだ。一回蹴りやんのね。一瞬で刺された。つか電池全然なくない？ない。しかないの。ないんだね。ないの。なんでだろう。見つかんないの。ちょっと回ろうか。あ、電話そこでじゃん。それじゃん。うん？右。ちょうどなんかさ、床に落ちてるさ、白いゴミたちがさ、電池に見えてしょうがない。あ、確かに。紛らわしいわ。どっか引き出しとかあるといいんだよ。うわあ。やめろや。フラッシュバック。窓ガラスこれ。あ、なんか鬼はいけそう。あね。ここが開くのか。蹴破れないの。蹴破ってみる。ちょっと秋穂さん、蹴破ってもらっていいですか。無理です。早い。電話出るしかないね。電話に電話。あ、電話か。受話器なくね。本当だ、受話器ね。受話器ないぞ。受話器ね。どうやってたの。あ、まあ、アイビー。アイビーまだ生きてんの。貴様はアイビー。貴様はアイビー。お、写真だ。家族写真。寄ってもらうと見えないです、ね、これ以上寄れないの。あ、そっか。どこ行くんだろう。なんかそことか開くんじゃね。いや、開くかしら。反応なし。反応ないです。じゃあ後ろの襖かな。襖、いやー、ぐるぐるしちゃう。ぐるぐる。でも結構さ、操作うまいと思うんだよね。うまいね。俺が下手くそっていうのがバレるやん。うん、うん、あ、開く。あ、怖い。何？え？あ、年を。膝かゆいの？乾燥してるんだよ。クリーム塗らなきゃ。ずっといる。こう近いよ。目が赤い。光ってるね、目が。にゃーん。にゃーん。こいつ絶対一言叫んでどっか行くんだよ。律儀だよね。ちゃんと挨拶してくれんの。こんにちはー。声でか。こんにちはー。お邪魔してまーす。ゆっくりしていてねーって。まるで自分の家のようで。自分家だからね。まあね。ここは客室ですかね。客室の間ですね。畳か。どうした。急に挙動が不思議になったと思った。ここじゃあ開くね、まっすぐ。絶対ここだよね。ここ絶対開く気がするけど。あ、絶対ここ。あれ？反応がしないでござる。あ、あれ？そっちにもあるの？なんか光ってるぞ。あれぞ、絶対あれだ。あれ絶対電池だ。どっからどう行くんじゃ。どっからどう行くんじゃ。このここかしら？ここ電気つかない。電気つかないの。つかないね。あ、ここですな。開く開く開く。イエーイ。え？やあ！もう近い。シンプルにびっくりした。うーわ、超ずってからやってやってって。刺す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 。ナイス。刺すとき教えて。オッケー。刺すと引くはじゃあ教える。刺す。どうしたの？刺すに恨みがある。電池がもうないのよね。じゃああれが電池だよ。はいはいはい、取り行かせて。開けてないよ。さあ開けよ。未知なるドアを開けましょう。お家なんか
拓してたら割と広い。意外と広いね。2階狭すぎない逆に。ね。早く電池取ろ。ね、あ、ここじゃお兄ちゃんの荷物があった部屋だ。キッチンですね。これで電池じゃなかったら切れそう。鍵。鍵っぽくない？うわ。鍵か。鍵だわ。マジかよ。電池ないじゃん。電池がないです。なんだよ。うわー。あー、お母さん。ぐちゃぐちゃ言ってる。待って、電子レンジの中に電池しかないんかな。ありそうだよね。一回あったじゃん。前回ありますよ。あー、やばい。電池が本当に持たんね、これ。ここで探そう、電池。あるかしら。冷蔵庫の中とかに入ってんじゃね。そろそろ欲しいわ。電池ないと死んでしまう。強い。ああもうピコピコいってる。なくなっちゃうわね。うわ。あらららびっくり。電池マジでないんかな。ね、どこにあるんだろう電池。純粋に電池がないよね。どうしよう。結構ちゃんと見てるつもりなんだけどな。やっぱもうちょいなんかいろいろ開けようとしたりした方がいいんかな。え結構。いやリビングとかさ。足りてないのかな。この2個の電池だけなんとかやんなきゃいけなかった。えそんなこ、そんな奇跡ゲー？ここを開けてないんかな。壺じゃなかった。お皿や。皿だった。大きいお皿。あもう終わる。死んじゃうわ。ここから先はいけない。それだってベランダって言ってたとこじゃねえの。ベランダなの？わかんないけどね。あもうダメだ。まあでも結構進んだっていうか私にしてはできてた方っていうか、なんか2人が驚いてくれるから怖くないわ。まあ、ね、でもだいぶ俺らはリアクション取れる余裕があるよ逆に。なんかねやってると意外とね冷静になっちゃうんだよね。集中しちゃうから。そう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 なのよ。あもう死ぬわ。あ死ぬわ。あ死んだわ。なんでそんなに女の子らしい喋り方してんの。いやなんかこのなんかね考えながら喋ってるから。冷静、冷静沈着。ねえこれどうすればいいんだろう。電池を探そうぜ。え？なんか怖いとかよりむずくない？純粋に。何このステージ。だって電池2個でさ、さっきのところ全部回るんでしょ。じゃあ寄り道せずに行けってことなのか。何このステージ。無理くない？普通にじゃあ鍵を取って鍵を取ってどんどん先に進めってこと。そう、ここに電池ありそうなもんなんだけどね。一個もないってそんなことあるんすか先輩。あるんじゃないですか。とりあえず電話に出ましょう。ああえ、あこんなんあったんだ。あれま全然気づかなかったね。あ、私が全然真逆の方行ったから出られなかったのか、ね、お会いできなかったのかしら。お兄さんざわっとしたよ。これあれですね、お父さんいたじゃないですか、うん、お兄ちゃんも出てきて、アイビーも電話で参戦してるんですよね。そういうこと。ああそういうこと。俺もって言ってるんですよ多分。なるほどね。留守電で。なるほどねって言うな。まともな発言だこれが。すっごいやん。こいつ一体何がしたいんだろうね。かわいいっすねこれ。なんかかわいいよね。目が真っ赤。口の中が真っ黒。こいつ今さら今ので動揺してんの。くるくる。よし行こう。電池があと1本しかない。でもさっきよりいいんじゃない。いやだ、まあ余計なところには行ってないからね。そう、余計なところには行ってないから。またこうぐるぐるしちゃう。すごいねさっきから操作性が。焦っちゃってる。急がなきゃ。あー出た。ここなんかしたっけ。あ、振った。いや、早く振った。早く振って刺して。刺してない。刺したのにもういいや。ということでもういいや。次白黒テレビくん操作でやりたいと思います。なんでえ、なんでだ。死んだらやるって言ってたやん。いた仕方ない。うん、よしやろう。もうはい、というわけで場所チェンジして白黒くんプレイということで。まあ任せとけ。余裕だよね。まあ余裕でしょ。でちょっとね、ちょっとカンニングしちゃったんだけど、あのこのステージ電池が2個以上ないそうです。あの2個がなくなる前にクリアしなければいけないと。頑張ろう。
頑張ろう。白黒くん頑張ろう。任せろ。お頼りにしてるぜ。数多くのタナンを超えてきたタナこの白黒テレビを。お流れるなよ。お前なんか超えたっけ。見ぐるなよ。お前団地途中で断念したよね。違う、断念したじゃないの、死んだんだ。オスだ。サスって何オスだ、サス。サスって何オスだ、サスだ、ヒクだ。なんだこの野郎。さあさあ、行きましょ う。時間をなるべく無駄にしないようにタイムアタックだからは、右下にタイマーを出しておいてほしい。出しておいてくれ、タイマーをしっかりと。なんだろ、グルメレースを流してほしい。ホラーの世界観ぶち壊しやから。ぶち壊していこうぜ、ホラーという概念を。いや、ぶち壊さないでほしいわ。行こうぜ。ということでね、ギミックはほとんど無視ということで。まあそれといったギミックもないですからね。そうだね。まあ大体見てしまったがゆえそこまでビビることもできないんですけど。例えばちょっとこのお風呂場になんか他のギミックがあるそうですよ。あ、まあそれ気のせい。入れたんだ。あったんですよ。入れたらしいんですよね。うわー、しかも、嘘やん。出た引く出た。やめろ、いきなりそんなに頑張ってみます。絶対バッチーよ今。うわ、来たね。洗おうぜ、手洗ってこうぜ。あきほちゃん絶対バッチーよ。洗ってこうぜ、洗ってこうぜ。ギミック楽しまねえっつったのにしっかり楽しんでる。いやいやいや、あれは不可抗力が言うからね。全く狙ってなかった。不可抗力すぎた、マジで。勝手に入っちゃったね。これウィリアムコンつけないとダメやな。そうだ、ちゃんと今のうちに入っつけた。早い。エアプロ早い。ウィリムコン、ウィリムコン検定5級、びっくりした。ひそかと思った。お花にびっくりして。お花ね。じゃあ上に上がって猫ちゃんと戦おうぜ。花は時として人を驚かすからな。サプライズも同様。さあゆっくりと階段上がっていく。ほんとゆっくりだよ。綺麗、上がった。さあファーストチャレンジ猫の間。決して痩せるの、ヤギホさん。マジでメンタル強いって。ほんと強いね。同じ立場だったらもうほんとにやばいと思う。人間は時として冷静沈着。そう、今の僕と同じ。行こう。一回見てるからだろ。お前は全く怖くないから。一回見てるから。ビビってたまるものかよ。ここさっきめっちゃ叫んでたけどな。男二人がすごい叫んでた。さっきの話だから、それは。今は違う。そういうのとかもういいからな。ビビるから。はい、もういい。こうセルフで書き取ってくれるからありがたいわ。そうだね。何もせずに。でもここを見てるのはちょっと無駄だよね。落書きだらけ。今この瞬間も電池は刻々と減り続けているからな、今日。今日あなどる流れ、電池を。そう、お前もなんで電池買っとかなかったんだよ。そうだよ、お前ここに入るんだから、お前電池買っとくべきだったぞ、今日。今日ほら。オッケー、任せろ、こっからだ。猫ちゃんパーティー。猫の、おら、押しとけ。お、来た。オッケー、入ってさす。手だれなもんよ。おめでとう、にゃー。えぐり込むように打つべし。さあ、猫ちゃんが歓迎してくれた。やっぱね、こういうね、冷静かつ大胆な行動が大事なんですよ。これ、呪音。さすが。恐怖体感呪音ですからね、言うても。俺ら恐怖感じてんだ。言うとりますけど。恐怖体感呪音と言うとりますけど。ここもう下行っちゃっていいんじゃない？ あ、そっか。トイレという謎ギミックだけだった。ほんとこのトイレ、3回目とかになんか出てきますよ。かやこがとか書いてあったら、もうほんとに。その文字だけで死ぬわ。文字だけで死ぬ。文字だけで死ぬはやばいだ。さあ行こう。MC さんどうすか、この進み具合は。いい感じ。いい感じ。いい感じ。あれ、もうちょっと先進まないと。シビア。判定がシビアだよ。そうなんだよね。意外とね。もっと前に行かないとダメっていう。一歩前に出ないと反応してくれない。でも電池を消費させたいっていう。ここゲーム制作者の意図がございますね。電話に出てもらって。待て待て。電話どこだ。でお兄さんを見てもらって、うん、あれお兄さん出てもっと手前よ、後ろよ、後ろ。うわぁ、もうあれビビったんじゃないんかい。やめろや、びっくりするな。はい、そういうの。電話出てもらう。お兄さんも完全にスルーと。お兄さん出てこなかったね。お兄さん出てこなかった。通り過ぎちゃったな。アイビーの自己主張が嬉しいな。アイビーまだ生きてるよ。俺もいるんだよって。俺もいるよっつって。留守電かな、これは。さあ、こっちか。さあ、そっちですな。お兄さんは虫。2,3節ですね。テレビのギミックの節。ここ開けるんですか。そこそこそこ。あ、来た。反応してない。シビアだな、判定が。よし、来た。来ましたね。あ、膝小僧を描いている年を。
よし、後ろだ。さあ参りましょう。後ろか。そうだ、ここか。そこだ。ほら、開けろ。でもさっきより電池の消費はいい感じじゃん。まあまあ、消費に関してはプロ。素晴らしい。ここもまっすぐ左に行きたいところですね。左ですよ。いいですね、左でね。ここは無駄に開ける必要なかれ。あれ、どうだどうだどうだ。ここで海保選手の登場です。来ましたね。お前とは戦いたかったぞ。俺がここであったか。100年目、もうすでに振っとく。パンチ食らしてくるというね。先にえぐり込むように打つべし。しっかりとした判定ありがとう。いやもう勢いがすごいですよ。ウィリモコンのストラップちゃんとつけてるからな。こうか。ウィリモコンプレイヤーの鏡ですよ。手慣れたもんだよ。さあここで鍵を取ってからが未知の領域ですから。さあ鍵はどこだ。テーブルの上だ。奥まで行ってお母さんのを見てから鍵を取る。あ、そうじゃないといけないというルールが。そうそうそう、そういうルールが発生してるんですね。お母さん見て。いや、お母さん普通に怖いわ。さあ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 、言うこと聞け。これは時間のロスですね。言うこと聞け。やめろ。かやこ、手を離せ。俺の手を離せ。オッケー。ついに幻覚が見えるようになった。かやこ、俺の手を。部屋の鍵ってことは2階の奥の部屋の鍵ですね。ここからが未知の領域ですよ。行きましょうか。フラッシュバック、マジやめと。フラッシュバックってビビるよね。ここ開けるんですよね。そうです。開かないです。前来た道を戻りましょう。開けませんよ。左を向いてください。開けませんけども。そう、あー来た。大事大事大事。このロスは大事。あ、違う。ロスが大事。ロスしちゃってんだ。ロスは何も大事じゃない。ロスしちゃってんだ。こう右ですね。右です。しっかりと侮らず。侮らず。侮ってなくね。侮る、なんだ侮らずって。そこかいのは。いいじゃん、ちゃんと反応してくれるから。この家の主だからな。そうだよ。言っても主。さあここから道だ。どこだ。そこだ。来た。さあここから何がいるか分からん。ここからちょっと怖いぞ。こっから見てないからマジ怖いぞ。大丈夫かおい。え、何、やめて。違うか。そこで驚かしトラップやめてよ。ここのドアって何があんの。わかりません。開けないんだ。開けない。わかりません。もう電池が2個と。え、待って。いやー、え、誰お前。あ、図書館。頭髪はどうしたお前。お前頭髪はどうした。頭髪あったよ。頭髪はどうしたお前。あったあった。びっくりした、今めっちゃ怖かったし。今 何かちょっと分かんなかったよね。頭髪はどうしたお前。急に頭を刈り込んでくさい。いや、下アングルだったから。そうそうそう。おでこが。急に頭を刈り込んでくさいのかお前。ここまっすぐですね。ここだね。さあ未知の部屋。さあ開けていきましょう。いや、めっちゃ怖い。やばい怖い。すごい怖くなってきた。帰りたいな、ここでな。帰りたいな、帰りたいなって田舎順次も言っておりますけど。行きましょう。え、広いね。何もねえな。うわぁ、もうよせえ、これよせやい。壺の中に何かあるの、これは。遊ぶのやめよう。これ B バトン押さないと懐中電灯が安定しないな。あ、でも本当に何もないが。押し入れじゃない。あ、動いた。あれ、勝手に動いたと思ったら俺がなんか暴走した。シロちゃんのお得意の。え、なんもない。あ、なんかある。怖い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 。ギミックが。お、え、え、何、あ、何これ。お父さんの帽子。え、そんな血に染められてたか。血塗られすぎだろ。え、なんだよ。え、出た。嘘。出ました、屋根裏ですよ。うわ、マジかよ。必殺屋根裏。お父さん屋根裏にいる。必殺が必殺だからな。うわ、もうこれおえ。うわ、行くな行くな。はい、ここで C へのカウントダウンスタートします。めっちゃ怖いわこれは。いや、ちょっと待って、足冷えてきたから本当に。ちょっと温めてあげようか。両手で。70個ほど。うわ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 、なんでマジでちょっと。てかなんで開いてんの。バカすぎ。いや、怖い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 。ここまでセルフプレイ。え、なに、ゴミ袋。ゴミ袋。来た来た来た。うわうわやばいやばい。うわあ、もう。うわ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 。目がやばい目がやばい。うわうわ、引く。あ、できてた。引く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 。ってなんだよ。なんで引いて。え、まだ来んの、まだ来んの。ちょっと待って、あ、もうこれもさ、追っかけられる。逃げろ逃げろ。え、ちょっと待って、追っかけられるパターンで俺の操作だったらもう終わるぜこれマジで。あ、終わる終わる終わる。え、マジで追っかけられないよな。追っかけられてないよな。追っかけられてないよな。戻る。追っかけられてないよな。追っかけられてないんだよな今。追っかけられてないんじゃない。あ、大丈夫かな。こんなに冷静沈着だって追っかけられてるわけねえわ。え、もう一回戻る系ですか。え、戻った方がいい。あ、あ、あ、アイビーの声。アイビーの声。生きてるアイビー。え、アイビーの声が聞こえたから何。え、なんなんなの。アイビーの声聞こえたから何なの。え、なんかあんのアイビーの声。わかんない。なんか助けてくれんじゃない。ここでロスしたくない。下行ってロスとかない。あ、でも下から外から聞こえるよ。あれ、あれ。ロ
ックスされてない。おっしゃ、あ出れるよ。チャンスだぞ、アキホ。今しかねえぞ。今出よう。おそう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 、ダッシュしよう、ダッシュ。いや、お前マジ、こんな出れるチャンスなのになんでこんなゆっくりなの。どういうこと、安心しきりすぎだろ。もう待て、お前、アイビーが50点。うわぁ、何その新しいやつ。新しいやつ。待て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 、新しいやつ。新しいやつだよ。上下と押し引きみたいな。なんだよ、今押し引きのどう駆け引きをしてるの。え、大丈夫だった。あとは、あとは自動で、あとは自動で言おう。はい、出ました。はいはいはい、ものすごいオーラ。うわ、ダークな。ものすごいオーラをまとって上から登場しました。いや、これはもう怖いわ。やばい、ちょっと待って。え、髪の毛なのこれ、オーラじゃなくて。ほんとだ、なんか、あれかと思った。悠々白書。いや、もうじっくり見すぎでしょ、アキホ。え、何してんの。え、もう目が真っ黒。うわ、待って、怖い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 。え、徐々に近づいてくる。どうすんの。徐々に近づいてくる。もう振っとこ、振っとこ、どの操作で行けばいいように振っとこ。振っといたらええ、振っといたらええんだろ。あれ、え、残った。え、うわぁ、あ、引っ張られてる、引っ張られてる、そういうことか。え、終わってくれ。え、まだ終わってくれ。え、終わってくれ。終わってくれよ。え、なんかめっちゃ血出てる。見て見て見て、急に僕の手が震え始めたんですが、怖いんですが、僕がすごい怖いんですが。え、怖っ。止まれ止まれ。なんでこんな血まみれな。俺の震えは止まれ。え、なになんなの。え、なんで終わって、頼む。もうこれ以上いい。これ以上もういい。うわうわ。え、これ屋根裏に続いてるってこと。これ以上もういい。あ、本当に怖い。あ、もうこれ以上もういい。手めっちゃ震えてるやん。めっちゃ怖い。うわ、うわっ、死ということだね。死ということだね。結局誰も助からないっていう、そういうことを暗示してます。あ、終了した。終わった。お疲れ。お疲れ。うわ、白黒よく頑張った。いや、最後本当に、うん、意図もせずに急に僕の手がめちゃめちゃ震え始めたのが一番怖かったです。そうしたみんなには伝わらないと思うけど。びっくりしましたね。ちょっともう一回後で見て確認しましょう。僕の手の震え。いや、見えない見えないかな。撮ってないんか。そう、すごいウィーリモコン持ってる手が震えてた。プレイしてる様は撮れてないんですね。撮れてないね。ということで、無事に呪音クリアー。イエーイ。怖かったな。頑張った。いや、なんだろう、なんですかね。やっぱ団地の下りが一番怖かったですね。正直団地怖かったね。何なんだろうね、団地が怖いっていうのは。雰囲気？雰囲気かな。まあ、それもあるでしょうし。うん。以上です。はい。ということで、皆様いかがでしたでしょうか。今日不体感呪音実況プレイ、はい、最終回ということで。悲しくなりますね。あ、悲しいですね。これエンドロール終わったら何かあるのかな。ありそうですよね。ね、うん、ちょっと何かありそうなんで、うん、もし何かあったら、うん、飛ばしてその最後の映像だけ見たいと思いますが、ここで実況を終わらせていただきたいと思います。名残惜しいですけど、皆様どうも最後までご視聴していただきありがとうございました。白黒テレビくんがここで卒業という、いやいやいや、話が入ってきてますが、次、何かホラーゲームをやるときもこの3人でやっていきたいと思いますので、その時は見てくださると嬉しいです。ということで、次は何やろうかね。うん、なんか、どうですかね、カービィとかめっちゃ楽しいやつめっちゃ楽しいやつじゃん。じゃあここで締めさせていただきたいと思います。それでは、せーの、バイ、センキュー、またお会いしましょう。